キリストの愛の実践を訪ねて。今回は長崎県小長井の地に開設された御栄の園をご紹介いたします。長崎原爆投下後、長崎市内にあふれた原爆孤児、戦災孤児を助けたいとの一念から始まった御栄の園は、社会福祉法人聖家族会の設立母体である聖母の騎士聖フランシスコ修道女会の創立者、故ミエチスラオ・ミロハナ神父様が最初の知的障害児施設を開設する際、すべての施設が神様の御栄、栄光を表すものとなるようにと願って命名されました。カトリックの理念に基づき、すべての人の幸福を願い、障害を持つ人々を支援しながら共に歩む理想の園にしたいと、職員一同一丸となって励んでおられる御栄の園です。シスター方が小さな灯火を心に灯し、キリストの光を小さい人々に、聖マキシミリアのように汚れなき聖母を通してイエスの御心へ、聖コルベの汚れなき聖母騎士会の精神に生きる、カトリックの愛と奉仕の精神、キリストの母マリアの心を身につけ、心身において助けを必要としている人々の傍らに寄り添う、共に学び、共に頑張る、共に喜び、共に楽しむ、共に励まし、共に思いやり、そっと支え、見守り、共に手をつないで、共に歩んでいく、共に心を鎮め、共にマリア様を賛美し、共に神様に感謝する。あなたは誰と共にキリストの愛を明かしますか？私たちも助けを必要としている人々に共にキリストの愛の実践をいたしましょう。